皆さんこんにちは。前回原野くんからの紹介で、今日は樋口健人くん、今日は同期の永江大輝くんが松戸から練習来てて、2人で同期同士で練習終わったと、ちょっと今芝生の上で天気もいいし休んでると思うんですけど、何やってるんでしょう。不思議な2人ですけど、あ、どうもこんにちは。皆様こんにちは、綾野剛です。もしかしたらカットになるかもしれないけど、ちょっと今同期のね永井くん、ちょっと永井くん、今日は何、樋口に呼ばれて練習来たの。はい、練習させていただきます。仲良く遊んでたり、不思議な遊び。はい、いつもこんな感じで遊んでます。おめでたいことがあったなんて、まだ言うことない、なんかカメラに向かって、せっかくなんで。そうですね、僕2人目ちょっとそろそろ生まれるんで、はい、皆さんにご報告したいなと思います。奥さんに何か言うことあるって言ったじゃん。奥さん、今までありがとうございます。丈夫な子供を産んでください。もっと言うことあるって言ったじゃん。奥さん愛してますということでね、よろしくお願いします。お願いします。はい、前回原野からの紹介で、原野がねモノマネをして、モノマネと言ったらやっぱ樋口じゃないかね、はい、東京の中では樋口の名前がまず上がってっていう感じで紹介してもらったんだけど、はい、モノマネシリーズで行っちゃっていいかな今日は。そうなんです。普段モノマネしてる感じとか全然ないんですけど、うん、動画で振られちゃったんで、うん、期間あったんで練習してきました。今回はマイクを自分用に1本用意してくれとリクエストがあって、初めてね日本のマイクで、はい、それだけ樋口の意気込みが感じられるところですけど、じゃあ早速ね、はい、まあ、普段は練習どうなのとかそんなの聞くんですけど、はい、まずはねこういう話の流れなんで、うん、行っちゃうかい。これ用意してあるんですよ紙にね、ちゃんと。じゃあまず1番目、一旦モメント目玉の親父。はい、はい、どうも人間の皆様こんにちは、一旦モメンです。はい、あやめとくかこれは。おい、似てないかのわしは結構自信あるんだけどの。なんか同期の永井くんがもう苦笑いしちゃってんだけど、マジっすか。うん、じゃあどんどん行こうかもな、うん、ぶらり途中下車の旅のナレーション。立川市にある立川競輪場、おやおや強そうな選手がいますね。とんがりくん、まぶたごりな、何するんだよ。あ、乗ってきた乗ってきたね。はい、目玉の親父。おい、来たの。わしはお前をそのように育てた覚えはないぞ。はい、行ったもめん。はいはい、行ったもめんです。はい、チーズ。いいね、乗ってきたね。なんか良くなってきたね、声があれが、うん、で出してね、だいぶ出てきましたね、だいぶね回ってきたね、はい、うん、もう大体これ全部言っちゃったんだけど、そうですね、もうおそらくこれ大反響だと。家でも本当にとんがりの真似とかして練習しても親にいい加減にしろみたいな。じゃあそのいい加減にしろって言われて、とんがりの真似もう一回。まぶたごりな。最近どうですか競輪の方の成績とか。だんだんと一着予選とかなんですけど取れるようになってきて、なんかいい感じだったんですけど、最近失格しまして、うん、まあ気持ち切り替えて頑張んないといけないのは分かるんですけど、頭で分かっていても、ね、体が動かないっていう。なるほどね、はい、まあ、そういうのはよくあるよね、はい、でも練習なんかねすごい強いよね、まあ、たまに一緒にやらせてもらうよね。そうですね、うん、最近あったかくなってきて、モンスターって言われてるのもね、練習はね。モンスターって言われてないです、バケモンです。練習バケモン、はい、まあ、その力が出るのはね、もう、そうですね、赤い星のパンツもマジか。休みの日、はい、オフはなかなかやってこない。オフは本当にもう疲れちゃってるんで、あんまりなんかこれをやってるってことはない。寝ちゃってますか、ね、ゴロゴロゴロ、はい、家でもう本当に休みで体の力を取るみたいな感じ、はい、それがメインです。そうですね、趣味とか、まあ、ないんです。趣味はない。まあ歌うことが好きかなぐらい。歌うことが好きなんだ、はい、あ、そういうとこからこういうのはね、モノマネが。そうですね、だとは結びつくかはちょっと分かんないですけど、はい。立川、そうね、走るとき、まあ、心がけるんですよ、
まあ、正弁も本番区でそうだね、立川正弁、はい、本番区走る時ちょっとここができるというか、ちょっと気持ちのあれは違うと思うんですけど、入り方はどういう気持ちでいつも走ってますか。地元ですと自然に気合が入るというか、慶応閣立川だと一着も多いと思います。どういう気合入っちゃう。自然とふつふつとなんか、はい、入ってきますね。あ、師匠からこうもうちょっとこうした方がいいんじゃないかな、そう言われることある、ね、横の動きとかやっぱりまだあまりできないんで、幅広げないと、まあ、やっていけないぞっていう感じでは言われてます。今後はちょっとそういう師匠のアドバイス、そうですね、そういう部分少し伸ばしてきたの、はい、変えて自在に何でもできる、動ける選手みたいな、そうですね、はい、究極の時代やみたいなのを目指して、はい、じゃあ目指すところの今ね、東京だと選手 どんなような選手、こう、あ、この人の走り理想だなみたいなのして、東京理想、東京でもやらしてる、まあ全体的でいいし、そうです、こんな選手がいいかな、目指すところは、ね、でも川村さんとかやっぱり一緒にセブンで練習させていただくこともあるんですけど、やっぱり強いんで、それ今 SK でも活躍されてるじゃないですか、ね、レースが上手いからね、まあ、そういうとこ見習いたいですね。でああいう感じで、はい、位置取りも上手く、うんうん、はい、で自力出す時もスッと出てって、そうですね、はい、だからもうじゃあそこを目標に、はい、まあ、身近にねいるからね、そういう選手がね、はい、まあ、見てりゃね自然と身につくと思うから、はい、まあ、頑張ってる、はい。6月1日に道路交通法の改正がされました。危険な違反行為をした自転車運転者、まあ、信号無視などですね、そういうことを2回以上摘発されたら3ヶ月以内に講習を受けなければなりません。それを受けないと5万円以下の罰金となります。自転車の危険運転とは14個あります。皆さん気をつけましょう。信号無視はダメダメ。歩道では歩行者を優先しなきゃダメ。安全運転義務違反はダメ。酔っ払い運転ダメ。遮断踏切立ち入りはダメ。ブレーキがついてない自転車はダメ。ルールを守って安全運転。次のお友達、誰か紹介してくれますか。自分の、まあ、可愛がってる後輩になるんですけど、うんうんうん、もうちょっともう一ネタ、うん、ある見てもらいたいという。それは、はい、僕も知ってる。そうですね、佐久間さんは知ってるんですけど、ちょっとまあ身内ネタになっちゃうけどね、はい、でもせっかく、はい、俺が好きなモノマネの一つだもんね、はい、そうですか、はい、最後に行きますか。あ、お願いします。ジョジョたちからの東京96回生内藤貴博。もうこの顔が内藤なんですね。内藤貴博、もうこのモノマネがね、もうちょっと身内ネタになっちゃうんですけど、僕大好き、ぜひ今日やってくれてる。ああ、もうありがとうございます。もうレースね、はい、開催しようときもずっとやりっきりで、いや、そんなことない、振りっぱなしでやってもらって、はい、ノリがいい樋口、はい、でその今内藤貴博のモノマネをしてもらったんですけど、そのそうなんです、ね、もうちょっと上を行くモノマネをするという人が、はい、よりもさらに内藤貴博のあの真似が上手い後輩がいます。それを次回紹介してくれる、はい、紹介します。自分の後輩の長沼健太君。ああ、健太、はい、ご紹介を。そうですね、はい、じゃあちょっと次もモノマネシリーズでね。モノマネシリーズどういうか。内藤本人から樋口に振るなというふうに言われたんですけど、やっぱ樋口を見てしまうとやっぱどうしても内藤のことを振ってしまいますね。まあ今日本当にいろいろねやってくれて楽しかったです、はい、ありがとうございました。最後に立川のファンに向けて一言、まあ、バツンと意気込みを言ってください。はい、地元を走るとき気合い入れて頑張ります。応援よろしくお願いします。今日は樋口健人君でした。じゃあまた。